中央本線普通中津川駅全面点灯。中央本線には名古屋から塩尻までの中央西線、東京から塩尻までの中央東線があります。今回は名古屋から塩尻までの中央西線 178.4 キロのうち中津川までの 79.9 キロに乗車します。今回乗車するのは313系2両と211系3両2編成つなげた8両編成です。折り返し普通中津川駅になります。8両固定の315系が新規導入されたことにより普通快速列車は8両編成に統一されました。先頭車は211系5000番台クモハ211-5032です。モーター音も楽しめますよ。お待たせしました。この列車は8時36分普通列車中津川駅です。名古屋を出ますと終点中津川まで各駅に停車いたします。車内への危険物の持ち込みは禁止されております。お客様の近くに不審な荷物がございましたら手数ですが車掌または一係までお知らせください。あと1分ほどで発車いたします。ご利用のお客様は車内にてお待ちください。まもなくドアが閉まります。ご注意ください。Thank you.
行為を受けたり見かけられた時や下の音を発見された場合は車掌または駅係員までお知らせください。緊急要する場合は車内の SOS 表示にある異常ボタンを押して乗務員までお知らせください。なお異常ボタンを押されますと車検停車いたしますのでご注意ください。各車両後ろに右折席がございます。年寄りや体の不自由な方、ヘルプワークをお持ちの方、妊娠されている方や小さなお子様をお連れのお客様に席を譲りいただきますようご協力やお呼びの声掛けをお願いいたします。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として手洗い、アルコール消毒やマスクの着用などご協力をお願いいたします。担当します乗務員、運転士なるせ、師匠の側です。次は金井山です。
くさね。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として車内ではマスクの着用をお願いいたします。列車車間際の駆け込み乗車は大変危険ですのでおやめください。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。優先席付近では混雑時には電源をお切りください。次は新森山です。
Thank you.
注意ください。まもなく上高地です。
九州の方向長野行きが9時24分普通3番線、大田線普通列車箕面と経由岐阜行きが9時22分普通5番線から発車いたします。フィックスアイバスマシンフィールドのレフトサイドオープン。プレゼンティアコーナー、タイタナイン、デッキュー。次の和尻駅では特急列車の待ち合わせを行います。発車までよろしばらくお待ちください。9時27分普通列車中津川駅です。まず京終点中津川まで各駅に停車いたします。ただいま特急列車の待ち合わせを行っております。発車まであと7分ほどお待ちください。この列車は9時27分普通列車中津川駅です。この先終点中津川まで各駅に停車いたします。あと1分ほどで発車いたします。ご利用のお客様は車内にてお待ちください。まもなくドアが閉まります。ご注意ください。4番線停車中普通列車中津川駅、まもなく発車いたします。閉まりますようにご注意ください。
と開業をご利用くださいまして誠にありがとうございます。ご利用列車は普通列車中津川駅です。この先終点中津川まで各駅に停車いたします。お客様お願いいたします。列車車間際の駆け込み乗車は大変危険ですのでお見ください。左側の使用はマナーモードに切り替えるなど周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。優先する駅では混雑時には電源をお切りください。車内で迷惑行為を受けたり引っ掛けられた時や下荷物を発見された場合は車掌またレッドカリーまでお知らせください。緊急要する場合は車内の SOS 表示にある非常ボタンを押して乗務員までお知らせください。なお非常ボタンを押されますと列車急停車いたしますのでご注意ください。各車両後ろよりに優先席がございます。お年寄りや家族の方、電話を通りの方、維持されている方や小さな子供を連れたお客様に席を譲りいただきますようご協力やお礼の声掛けをお願いいたします。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として手洗い、アルコール消毒やマスクの着用などご協力をお願いいたします。次は土岐市です。
ちください。まもなく水波です。9時42分発、普通列車中津川行きです。発車まであと1分ほどお待ちください。
はい。あ、で、カナダのね。Thank you.
注意ください。東北武田美です。ドアが閉まります。ドア付近のお客様をご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。
です。美濃坂本です。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。到着、美濃坂本です。
211系5000番台、近畿車両で平成元年に製造されたようで、乗れるうちに乗っておきたいですね。車内はロングシートで微妙ですが、シートは柔らかめです。折り返し快速名古屋駅になります。国鉄間の趣がある中津川駅ですね。駅の蕎麦屋さんと喫茶店、懐かしの雰囲気がいいですね。マロさん、現金忘れて行けずでした。またどこかの風景を紹介しますね。チャンネル登録をお願いします。